皆様お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから関西プレスクラブ主催、大阪都構想4党討論会を始めさせていただきます。本日の会場ですけれども、アリーナ席は大体50人の取材の皆様で占められております。会談席はですね、私どもプレスクラブの会員、およそ70人が座る予定でございます。また本日の討論の模様は、ネットでですね、ライブ中継をいたします。その画像ですけれども、皆様向かって右の方にですね、スクリーンがございますけれども、それに通知し出されます。各政党の皆さん、それぞれ資料をお出しする、出される方もおられますけれども、細かくて見にくい場合もございますので、そのスクリーンでご参照をいただければと思います。そして本日はですね、ディベートにですね、およそ1時間半の時間を設けております。アメリカ大統領のテレビ討論会とほぼ匹敵する時間でございます。アメリカ大統領の討論会はですね、非常に誹謗中傷の応酬でですね、史上最悪と言われましたけれども、本日の討論会はですね、史上最高の政策論議が行われることを会員の皆様一度ですね、期待しておりますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは YTV の山川さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日、この進行を務めさせていただきます読売テレビ解説委員の、山川智樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはこの大変お忙しい中、大阪市議会、各主要政党の代表の皆さんがこのようにですね、ご参集をくださいました。まずもって厚く御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。今日こうしてもう間もなく住民投票の投票日ということになるわけですけれども、大阪市祭の住民説明会8回というのが先日終了いたしました。まあ、5年前の住民投票の時と比べますと、格段にですね、やっぱ回数が少なくなってしまっているというのは、これはもう新型コロナの影響ということになりますし、大阪市民の皆さんにとっては非常に厳しい状況の中で投票日を迎えるということになるんだろうということを物語っているんだと思います。この住民投票ですけれども、5年前前回のことを思い出しますと、1万票程度の僅差ということで終わりましたけれども、それから5年経った今の大阪の状況は、5年前とはですね、大きく様変わりしているというふうに考えています。住民投票を目前にしまして、この様変わりしたものは一体何かということをですね、いくつか挙げてみたいと思いますけれども、まずはですね、通勤通学の時間を直撃した大阪北部地震がありました。この時には、まあ、一時的にですね、都市機能が麻痺するということにもなりました。それから西日本豪雨、そして関西国際空港が水浸しになった大型の台風ということで、まあ、100年に1回というふうに言われているような巨大災害を毎年ですね、経験するようにもなりましたし、また少子高齢化の問題、これはこれまであった推計よりもさらに速いスピードで深刻化しているという状況に、まあ、大阪が直面しています。そしてこの新型コロナですけれども、人々のライフスタイル、それから価値観が今大きく変わろうとしている中で、この住民投票を迎えるということに、まあ、なっています。これまで皆さんもこの都構想の中身についてそれぞれいろいろ勉強されたりしていると思いますけれども、本当にこの議論が多岐にわたっていますけれども、最終的にはイエスかノーか二者択一で判断をしなければならないという意味においては、非常に過酷な住民投票ではないかというふうに思っています。まあ、ですから今日はですね、各党のこれからの大阪を責任を持って担っていかれる方々にご参集、お招きをすることができましたので、一つでも二つでも判断材料にですね、資するような実りのある討論にしていきたいなというふうに考えています。
何卒皆さん、お力添えよろしくお願い申し上げます。では、今日この登壇いただいております4名の皆さんをご紹介させていただきたいと思います。まず大阪維新の会代表、大阪市長松井一郎さん。続きまして、自由民主党大阪市議団 副幹事長川島ひろとさん。公明党大阪府本部幹事長時井康夫さん。そして日本共産党前の参議院議員でいらっしゃいます辰巳小太郎さん。早速、討論に、入っていきたいと思います。まずですね、第一ブロックなんですけれども、それぞれの皆さんの、賛成反対の立場をお持ちでいらっしゃいますので、2分間という時間の中で、まずはお立場の表明をお願いをしたいと思っております。それに続きまして、今度は、それぞれの皆さん、ご自身がですね、この人に質問をしてみたいというふうな方をご指名いただいた上で、質問をする、そしてそれに対して、答えるというふうな流れを一つ一巡、してみたいというふうに思っています。その中で、第三者の方もこの議論にはですね、ぜひとも参加したいというふうな方がいらっしゃるかと思いますので、そのことについては全く妨げるものではありません。ぜひ議論を深めるという意味で参加入っていただければというふうに思います。ただそれぞれの皆さんの発言は1分というふうに区切らせていただきます。それとこの交通整理と時間管理、いくつかのテーマについて議論を進めていきたいと思っていますので、そのためにですね、大変恐縮ですけれども、私が手を挙げていただいた方を指名するという形で進めていきたいと思います。もしその発言が時間関係で漏れてしまうということがありましても、最後のところでですね、時間に余裕を持たせて、可能な限り発言すべて出尽くせるように考えていきたいと思います。そしてもう一つ、私どもの関西プレスクラブの企画委員がそれぞれ質問を準備をしています。単純にですね、その機会を与えられて質問ということではもう一つ議論の深まりになりませんので、議論が討論が進んでいる時にここぞというタイミングで挙手をいただいて、質問を入れていただく、そして、議論討論を活性化させていただくというような役割を担っていただくというように準備をしておりますので、またこれも挙手をしていただき、私がご質問をさせていただこうということで考えております。この2つの討論の流れは、一応は形式上は区切ってはいますけれども、ほぼシームレスの形で、議論が深まっていくものを妨げるものではありませんし、これを大事にしながらですね、シームレスで進めていきます。で、議論の中でこれはもう非常に重要なポイントになってくるというものが見えてきましたら、最後に、一番多くの時間を取りながらですね、そこを徹底的に議論するような形ができればなというふうに考えています。そして最後に、この今日ご来場の皆さんの中からご質問おありの方出てくると思いますので、挙手いただきまして、そうした質問に答えていただくような時間も取っていきたいというふうに考えています。よろしくお願いいたします。そうしましたら、まず最初議論の入り口ですけれども、私がこのいわゆる大阪都構想の骨格、モデルどういうものなのかということをですね、非常に短くにはなりますけれども、ご説明申し上げたいと思います。はい、前のパワーポイントをご覧ください。まずはですね、いわゆる都構想特別区設置協定書の中にある主なポイント、これ大阪市主催の住民投票説明会のパンフレットの中にも記載されているものですけれども、2つあります。読み上げますと、広域機能を大阪府に一元化することで二重行政を制度的に解消する。2つ目が、大阪全体の成長や安全安心などの事務は大阪府が住民に身近な事務は、特別区が実施するということになっております。
特別区と特別区の制度というのは東京にある制度で、基本的にその骨格を、習ったものということになりますけれども、大阪ならではの工夫というものも含まれていますので、そのあたりも、これからの議論の中で、まあ、お話をいただけるというふうに、考えています。そして、この方針に基づいて、何が大阪に変化がもたらされるのかということですけれども、まずは130年ほど続いている政令市を廃止をするということになります。これは政令市の歴史の中で初めてのことになります。そしてその後、いわゆる基礎自治体である特別区を設置し、そこにいわゆる選挙で選ばれる区長、そして議員、議会を設置をするということになっていきます。で、前回5年前の案の中では、特別区は5つでしたけれども、今回は4つということになります。4つになった意味は、いくつか、あるわけですけれども、人口構成をできるだけですね、平準化していこうということ、それからそれぞれの区に、大型の主要駅、ターミナル駅を抱えるようなということを意識をした上で、賛成派の皆さんの言葉を借りればバージョンアップした案だというふうなことになります。この基礎自治体の権限については中核市程度というふうになっていますけれども、反対派の皆さんの言葉を借りればこれは半人前の基礎自治体であるということです。村以下だというふうな厳しい批判をされている方もいらっしゃいます。このあたりが大きな議論の一つの焦点になってくるのではないかというふうに考えています。そして非常に大事なポイントは財源の問題になります。これもざっくりとした説明で、中身については詳しく討論の中で出てくると思いますけれども、まずは大阪市の収入8500億円あるうちの6500億円を特別区に、そして残りの2000億円については、府の方に、移管をするということになります。この中にはいわゆるこの特別区という特制度ならではの独特の財政調整という仕組みがありますので、この仕組みそのものが、いいのか悪いのか、その是非もですね、この論点の一つになってくるのではないかというふうに、考えています。そうしましたら、仕組みはこの程度にしておきまして、早速討論の方に入っていきたいと思います。まず冒頭それぞれ2分間の時間をお渡ししますので、賛成反対、それぞれの立場を表明ください。で、住民説明会の中でもやはり、メリットだけでは物足りない、デメリットの話も聞きたいというようなたくさん私も聞いております。デメリットについても、もしあればですね、誠実にお話をいただきたいと思いますし、ないであればないというふうにはっきり言っていただきたいと思います。一方の反対派の皆さんもメリットについてあるのであればこの点がメリットだということをはっきり言っていただいた上で、ないならないとはっきり、表明していただければというふうに思います。ではまずは、大阪市の会代表、大阪市の松井さん、お願いいたします。我々はこの10年間、この大阪都構想を推進をしてまいりました。その理由は、まさに、今の時代に合った形で、役所の役割分担を明確にしていきましょうと。二重行政の、そういうような無駄、そして対立、そのような形をなくすためには、制度として、広域自治体として、広域の仕事は大阪府に一元化をする。そして身近な仕事は、今270万、市民に対して、市長が一人です。やっぱり医療、福祉、教育という身近な仕事を、その人たちに寄り添う形で、再編をするならば、今よりも人口規模をぐっと凝縮をした形で、そこで、特別区長、選挙で選ばれる区長と区議会を設置すること、その方が270万の市民に対して市長一人が寄り添うよりはよほど市民に身近なところで
まさに予算編成、そして、条例提案、それを、審議する議会、その形の方が今よりは、よほど住民に身近なニーズ、こういうものを吸い上げる形で、行政が運営をできるとこう思っております。戦前までは大阪といえば大阪市が大阪だったんです。大阪府域の住民が470万人の府民の中で320万人が大阪市民、今は全くそのような状況ではありません。人口構造、社会構造、これが大きく変化をする中で、これからの日本を支えていく大都市としての機能を強化するために広域を大阪府が担う、そしてさらに医療福祉、こういう部分で担うのを特別区に分ける、こう考えております。松井さん、デメリットについてはございませんでしょうか。デメリットとして、これはお金がかかるということをデメリットと言われることもありますが、我々はこれは将来への投資というふうに考えています。特別区の機能を強化していきますので、特別区において、区の人員体制も増やしますから、こういう部分でお金はかかりますが、これは将来に向けた投資だ、こういうふうに考えています。はい、ありがとうございます。続きまして、公明党徳さん、お願いします。私は公明党はですね、この関西大阪のこの関西大阪はですね、日本経済の牽引力として発展していくためには、いわゆるこの二重行政の解消、そしてまた関西大阪のですね、広域的な行政連携、こういったものが極めて重要であるというふうに考えているわけであります。そしてその中核となる大阪市、この大阪市の大都市制度改革、これについては必要不可欠だと、このように当初から認識を持ってきているわけであります。そのためですね、2012年の8月に、これは自民党さんと一緒ですけれども、自民党公明党が協力をして、そして、大都市地域における特別区設置に関する法律という、この大都市法というものを議員立法で国会で成立させているわけであります。この都構想の議論というのはそこから始まっているわけでありまして、この大都市法に基づいて法定協議会を構成し、そして現在住民投票で賛成か反対かということになっているわけですけれども、そもそもこの取り組みを進めたということの経緯があるわけであります。ですからそういう当初からやはりこの大都市制度の改革は必要である。でただこれまでの議論の中でやはりさまざまな問題があってですね、やはりこのスケジュールありきであるとか、あるいは中身が詰まっていないというようなところの問題がありましたから、その時は反対はいたしましたけれども、制度論そのものについての反対はしていないわけであります。で今回は私たちが提案をしまして、この4つのですね、提案をこの法定協議会の中で提案をしたものが全て飲み込まれた、制度化されたということで、ですから前回の協定書からはガラッと変わっている、だから公明党としては賛成をしたということであります。で、デメリットという話は今私もおっしゃいましたけれども、確かに制度を進めていくにあたりましてはコストは一定かかります。これはやまりません。でもう一つあえて言えば、住居表示等の変更があるということですけれども、そういったことがデメリットにはなろうかと思いますけれど、できるだけこの公的機関の免許でありますとか、国民健康保険証の住居表示とかね、そういったものは、テーマをかけないように、そういうふうにしていきたいというふうに考えています。はい、ありがとうございます。この5年間で公明党は大きく方針を、姿勢を転換されたということで、今4つの条件をお出しいただきましたけれども、これについて恐らく議論の焦点の一つになってくると思います。またこの後入れていきたいと思います。そうしましたら続きまして、自民党川島さん、お願いします。はい、自民党の川島でございます。よろしくお願いいたします。私どもは反対の立場で臨んでおります。
二重行政の解消によるこの大阪の成長、それと公選区長による宮城ベタの実現、まあ、これが先ほども説明でございましたが、この都構想の目的というか意義ということで謳われておりますけれども、やはりそれを実現する制度内容にはなっていないということをまず申し上げておきたいと思います。時間が限られておりますので、特別区民の立場から問題を申し上げたいと思っております。一つ目には財政シミュレーションでありますけれども、これがあまりにも楽観的すぎまして、特別区の財政が成り立つ根拠にやっぱり私たちはなっていない、このように思っております。それとともに二つ目ですけれども、住民サービスが大きく低下をするその恐れがあるということであります。特別区設置の際には住民サービスを維持する、このような言葉が協定書には記載をされておりますけれども、特別区設置の際というのはやはり2025年の1月1日この時点であろう、そのように、読めます。そして、結局あとは区長区議会の判断になりますということでありますので、ここは非常に、住民にとって、この表現に書かれている通りであります、厳しい状況になるということを感じております。また特別区に移行する際にかかる膨大なコスト、まあ、庁舎やシステム整備費、それとあと運営コスト、人件費の増もありますけれども、これらに対する手当がないということでありますが、市町村合併の際には、まあ、合併特例債の、発行等々で、国からも交付措置をされるということで、そういう手当がありましたけれども、今回この手当がありません。それとともに自治体分割するにもかかわらず、本来から増えるであろう財政需要に対してこちらも何ら手当をされておりません。そのコストを対応するためには当然ながら住民サービス等の見直し、カットが迫られます。特に住民サービスが維持されているかどうかを制度的に担保するいわゆる地方交付税制度にあります基準財政需要額、これもしっかりと、示してくださいと言ってきましたけれども示されることがありませんでした。非常に残念であります。この特別区の財政に対する懸念は地方制度調査会でも言われておりましたが、茨の道を歩むことになるということで指摘をされておりますので、そういう点から我々は反対をさせていただきました。以上です。ありがとうございます。先ほどの公明党の徳さんからも大都市法の制定にあたっては自民党公明党で、まあ、一致をして、まあ、進めたというお話もありましたけれども、はい、徳さんちょっとお待ちください。川島さん、この今の話の中でメリットになる部分というのはありませんでしたけれども、そのあたりいかがですか。法制協議会で昨年の4月から、ぜひ日の議論で私たち、6月から臨ませていただいておりますけれども、すいません、メリットを必死に探しましたが、正直やはり、ないというふうに感じております。はい、ありがとうございます。そうしましたら最後、日本共産党辰巳さんお願いします。日本共産党の辰巳幸太郎でございます。まず賛否の前にですね、前回5年前の住民投票で否決されて以降、今回60億円近くにかけて2度目の住民投票を実施すること、そしてそのために市民を分断されてきたこと、続けてきたことに対して、まあ、一市民として非常に情けない思いをしております。私たちは大阪市の廃止には反対です。130年もの大阪市市民の財産ともいえる大阪市を廃止解体することには絶対に反対です。大阪市廃止解体構想とは大阪市の財源と権限を大阪府に吸い上げるものであります。これは地方自治に逆行するものだと考えています。水道も消防も都市計画も自ら決めることができません。そして大阪市を廃止すれば後から間違いだったと後悔しても元に戻すことはできません。片道切符ということになります。住民投票というのはそのための住民への念押しということになります。大阪市廃止により暮らしを支える権限財源が奪われ、逆に設置コストが15年で1300億円にも及びます。今の市民サービスは維持どころか切り捨てざるを得なくなります。実際この8月に示された財政シミュレーションは市民プールやスポーツセンター、子育てプラザ、老人福祉センターなどの統廃合を前提としたものとなっておりました。そもそもバージョンアップしたはずの協定書には特別区設置の際は住民サービスについてはその内容を維持すると、以後は維持するよう努めるとしか書いておりません。つまり継続されると言えるのは2015年の1月1日だけであって、以後はあくまで努力義務にすぎません。もはや
住民サービスの向上の話がどこかに行って、維持が最大限、それだったら今のままでいいと、こう思います。新型コロナの対策に大阪市の力を振り向けるべきなのに、バーチャル大阪都というだけで PCR の抜本拡充もしておりません。政令市の大阪の権限と財源を生かしてこそ、ポストコロナの方向性が切り開けると思います。この財源を生かしてこそ、子どもの医療費助成の拡充や少人数学級の実現、これができるというふうにも思っております。メリットはありません。はい、ありがとうございます。反対されている、自民党、公明党、あ、すみません、自民党、それから共産党についてはメリットなしということで、まあ、すでにいくつかの論点出てきましたけれども、それぞれの皆さんが言葉として使われたのは、コストの問題をどうするのかということでした。コストは将来の投資であって、将来的に、まあ、回収できるものだというような内容の賛成の方々、それからコスト自体の、まあ、重さというもののデメリット、そしてそのコストというのがいつの時点、住民サービスがいつの時点で、保障され、守られるのか、その時期の違いというものがおそらく大きな論点になってくるのではないかというふうに思いました。この話、この後詰めていきたいと思いますけれども、まずはですね、それぞれの皆さんからまず質問をしたいという相手をご指名いただいて、そこでの往復の議論というものをまず一巡した後に全体の討論を進めていきたいと思います。そうしましたら最初の所信表明から反対の順番にさせていただきます。辰巳さん、お願いいたします。松井市長にお聞きしたいと思います。財政問題です。で、大阪市が廃止をされるということですので、スケールメリットがなくなるということになります。で、8月11日の財政シミュレーションではですね、さまざまな議会での意見も出ましたけれども、小さな自治体にするために行政経費が増えるわけです。で、特別区だけでは財政的にやっていけない、市民サービスの維持は困難だと私は思っております。法定協議会の中では財源保障なきこの経費増は毎年200億円にもなるという試算が委員からも出されました。で、市としても試算すべきだという要求もされていました。ところが大阪市は試算をしない態度を取り続けております。で、これは試算すると特別区の財政は持たないということがはっきりするので、できないのではないかという指摘がされているわけであります。で、このコストについて、財源不足についてですね、松井市長は一体いくらぐらい不足すると考えているのか、具体的な金額を聞きたいと思います。それとそれをどうやって捻出すると考えているのか、これを聞きたいと思います。はい、大変恐縮ですけど、1分程度ぜひお守りいただければと思います。そうしました、松井市長。はい、辰巳さん、さっき今おっしゃった200億というのはどういう数字ですか？はい、これは基準財政需要額ですよね。地方交付税が今は大阪市全体として、国から交付されているわけですが、4つに分割すぎますので、スケールメリットがなくなります。で、その分の不足分というのが200億ぐらいではないかという指摘が法定協議会で何度も鹿児島の方からされていたというふうに思います。ありがとうございます。はい、この辺がね、共産党さんと我々が一番違うところで、我々はスケールメリットを大阪雰囲気という、雰囲気でスケールメリットを出していこうというふうに考えているんです。で、そのスケールメリットを出すことで、この10年間府市一体で行政運営をやってきました。これは将来の数字じゃなく、これまでの事実の数字として、大阪府大阪市とも大阪府で税収は 1.7 倍、大阪市でも 1.3 倍に税収が伸びております。そして我々が一定条件をもとに財政シミュレーションをした結果、この下の数字は予算ベースでのグラフです。これでいきますと、どの年度においても特別区の財政はマイナスになりません。ですから
今の住民サービスは守られる。決算ベースにこれを置き直しますと、さらにプラスの223億円、これが決算ベースに置き直しますとこういう数字になります。これは役所の財政当局で、この数字を積み上げたものです。あくまでもシミュレーションですから将来の数字ですが、我々が今一定条件のもとに算出した、結果であれば特別府は十分財政的に成り立ちます。今の推計にはコロナ禍のいろんな要素というのは含まれておりますか？コロナ禍の要素は入れ込んでおりません。これは我々はコロナというのは特殊事情だという捉え方をしていますし、このコロナというのは世界中が今これ対応をしているわけなんで、短時間でこのウイルスに世界の影響を結集すればウイルスを抑えられるという判断をしています。特殊事情というのは元の状態に戻るということですね。コロナさえ抑えればさらに、大阪は成長するポテンシャルがあると思います。はい、ありがとうございます。第三者の方ですから、いただきます。後の討論です。すみません、お願いします。じゃあ、川島さんお願いします。私の方からは、公明党さんに、じゃあお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、住民サービスの維持という言葉、これ協定書に書き込むことを非常にこだわられたというような記憶がございます。で、その結果、先ほども申し上げましたが、特別区設置の際には維持するということが、明記をされたんですけれども、現実的には、特別区長、区議会が判断することになるんですね。その辺のことをどのようにお考えなのか、当時、制度的に非常に、その維持は難しい、行政サービスを維持するのが難しいということを主張されていたと思いますけれども、その一文が入ったことで認められたということですけど、制度的にはどのように良くなったとお考えなのかお伺いしたいと思っています。はい、鈴木さんお願いします。今回公明党が4条件を提案しまして、その中の一つ、今自民党さんからご指摘いただきました住民サービスを低下させないように、これは協定書で、きちっと維持するというふうに盛り込んだわけであります。で、協定書というのは非常に大事なものでありまして、この都構想を進めていく上にあたっては、やはりこれをベースに今後考えていくわけであります。で、確かにじゃあ未来永劫それが続くのかどうかって、これは確かに分かりません。ですけれども、やはり、都構想を進める中で、設置の時点でまずはその維持をきちんとするということでありますから、その部分をその後の首長がきちんとマネジメントをしながら住民のニーズに応えて、行政を進めていくというわけであります。ですから、首長の選挙は4年で、交代するわけですから、現在の大阪市であったとしても、やはりこれがそのままずっと未来永劫維持されるかということは、これは保証ないわけですね。ですから、やはりそういう点では協定書にその一文を盛り込むということは極めて大きな要素になっていると、このように考えていますので、住民サービスは維持されると考えています。はい、ありがとうございます。今のお答えの中で、住民サービスの維持がいつの時点なのかというところで言いますと、未来永劫かどうかは分からないというふうにおっしゃいましたけれども、この時さんが考えられるその維持されている時点というのは、いわゆるその制度的に移行するその時なのか、それより1年先なのか、3年先なのか、10年先でいうとどの時点をおっしゃっているんでしょうか？これ当然移行時は当然でありますけれども、その後につきましても、やはりこの大阪市がこれまで行ってきたサービスというものは、そう簡単にやはり廃止ということはできないというふうに、その後についても努力するというふうになっていますから、当然首長あるいはその特別区の区議会でそこは協議していくわけでありますけど、やはりそういうところでサービスを低下させるというようなことにはなっていかないだろうというふうに思っています。むしろこの都構想を進めることによってですね、大阪府にこの広域行政を一元化しますから、その分でスピードアップした大阪の成長がですね、必ずこれは特別区へ還元されてくる、いわゆる相乗効果を生み出すという、そういう要素もあるわけでありますから、当然サービスを維持するということはお金がないとできませんので、財源を埋める、そういうやっぱり大阪の発展ですから、一番最初に冒頭申し上げましたように、大阪が
関西、大阪がこの日本経済の牽引力となっている、そのためのこの二重行政の解消をして、都構想を進めていくということでありますから、その後については、この特別区になって、その特別区ごとに、首長の、首長といいますか、住民の身近な意見を聞いて、サービスをさらに拡充をしていくということも可能になるわけであります。はい、ありがとうございます。移行しても簡単には廃止できないというところが、ちょっと制度的な後ろ盾が裏付けがどこにあるのかというのははっきり私には分かりませんでしたけど、一旦ちょっと引き取らせていただいて、引き続き、今度は時さん、どなたに質問をしましょうか。それでは自民党参院をお願いしたいと思いますけれども、自民党の皆さんはですね、約半数の方が都構想に賛成されているというふうに聞いております。で、そういったことからしますとですね、自民党の大阪府連の皆さんとしてはどういう内容になればですね、都構想に賛成できるのか、ここは少しお伺いしたいというふうに思います。いろんな、各マスコミの調査では自民党の半数が、支持者の半数が賛成だということだというこの話だと思うんですけれども、府連として、どうなれば、これが賛成になるのかという話でありますけれども、これ制度的にぜひ議論をしてきて、先ほど申し上げた通り、この制度を導入しても良くならないということで、非常にこれは厳しいことを申し上げますけれども、半数賛成でありますけれども、しっかりと中身を知っていただいて、正しい判断をいただけるように、我々は、これから訴えていくだけならと思っております。よくここがというような点は正直ありませんでした。はい。はい、じゃあ、ということは、自民党さんとしては今の大阪のままで良いというふうにお考えなんでしょうか。ぜひそこのご意見をお願いしたいと思います。これまで大阪改革をしてきたはずですね。非常に平成17年18年私が議員になる前に非常に大きな問題があって、それからずっと改革をしてきておりますので、当然しっかりとこのままでいいという意味ではなくて改革を進めるべきだと思います。それとアフターコロナの社会を考えたときには大きく価値観が変容しますので、行政に求められるそういうニーズというものも大きく変わってくると、このように思いますので、その状況に合わせてしっかりと制度論ではなくて政策をしっかりやっていくべきだと、このように思っております。はい、ありがとうございます。大阪が正面に抱えているさまざまな問題というのは、仮にこの都構想が制度移行したとしても、あるいはその政令市が存続したとしても、同じように乗り越えていかないといけない問題であると思いますので、これは大阪の成長に関わる話ということで、この後企画委員からもその質問ありますので、一旦ここを引き取らせていただきます。それでは松井さん、どなたに質問しましょうか。今公明党さんと自民党さん の議論を聞いてまして、これは自民党さん の広報ビラなんです。平成22年に出されたビラで、これには大阪の自民党府議団代表質問として、我が会派は大阪の成長と将来の発展を考えれば府と市を解体再編するワン大阪構想について大いに賛成するとなっています。まさに自民党がこれは世間に対して、自民党はその大阪構想、ワン大阪構想推進の立場だということを議題に出されている、そして二重行政の解消について自民党さんは前回の2015年、住民投票の頃、私たちは住民投票の時に都構想についてその対案があると主張してまいりました。その対案というのは大阪会議なんです。でこの大阪会議は全く機能しませんでした。でこの、自民党の参議院議会二重行政をどうやって解消するかということです。でこのビラはじゃあ嘘やったということなんです。そのビラはあれです、5年前の、誰か大議員が出されたビラですよね。誰かって府連で、はい、ビラを出したわけだ。府連のビラ、今はしっかりと法定協議会の議論をさせていただいて、制度的に非常に問題があるということで反対をさせていただいておりますので、当然ながらこれは我々のしっかりと、議論した経過であります。それと二重行政については、すでに、松井市長は、市議会でも、代表我々の北野大吾議員からの、一般質問の際には
今はもう二次行政はないとおっしゃっておられましたので、今はもうないというご理解ではないですか。それとともに本来、日本の自治制度でいきますと、日本の自治制度は例えば、地方自治法にも書いてありますけれども、総合的に、その事務を担うということで自治法にも書いてありますので、現実的には例えば次特別区長がになったときに病院建てますっていう選挙で当選をしたら当然病院建てることになりますので、そういういわゆるちょっと難しいことを言いますけれども、制限的方式でない以上、総合的に自治が行える、事務が行える以上は本来はある程度起きることになります。その際は法律的にもその資本精神に乗っておりますと基礎自治体優先の法則です。ですので府県がやめればいいだけの話でありますので、その辺は府県制度の課題だとこのように思っております。はい、ありがとうございます。瀬さんが二重行政をどうやって解決するのかという質問がありましたけれども、二重行政そのものの存在というのはご自民党はさん認めておられるんでしょうか。二重行政というのは事務の重複型だったり施設の重複型、関与型ということで大きくいろんな分類をされております。これは必然的に日本の制度上行政学的に起こりうる話であります。ただしそれを解決する方法は当然ながら基礎自治体優先の原則ということで、基礎自治体にその権限も事務を任せていけばいいので、それで本来解決できるわけです。それを今回無理やり大阪市の権限も財源も資産も持っていてそれを解決しようとしますけれども、現実的にはその後も特別区が何かをする際に大阪市の中で発生します。ただし無駄だったらやめる判断をしますので、必要だから今重複しているものもあります。そのことはしっかりと分かっていただくべきだと思います。例えばでも図書館とか、スポーツ施設というのはもともと二重行政だと言われてましたけれども、協定書においては基礎自治の事務というふうになっております。基礎自治の事務になっておりますので、この施設の重複型等は、本来なかったのかなという思いもしております。その点は、二重行政が悪というような言い方をされる方がおられますけれども、悪ではなくて無駄だったらやめたらいいだけの話であります。基礎自治体優先の原則、これをしっかりと分かっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。これで一周をしまして、今も手が上がりましたけれども、それぞれ気になるところというのがお持ちになって、明確になったのかなというふうに、思います。辰巳さん、ちょっと手を挙げていられましたけど、発言先されますか。はい、最初に市長にお伺いさせていただいて、市長の方から上振れのおそらくグラフを出していただくかと思うんですね。おそらくそれが平成26年度、平成から30年度の、予算と決算での乖離の上振れを落とし込んだという図ではなかったかなと思うんですね。で、まずその問題ですけど、1点は先ほどあったようにコロナの影響がそこには入っていないということですね。それと223億円というふうにおっしゃったと思うんですけれども、この予算と決算の乖離ということだと思うんですが、これからコロナ禍で税収がどこまで落ち込むかわからないときに、そういう資産、数字を持ってくること、そしてそれを上振れと言って大丈夫だということの、おかしさといいますか、ナンセンスといいますか、それだったらもう一回財政シミュレーションをそれでやり直して、もう一回議論すべきだと思います。大阪市を廃止するということは、それぐらい大きな影響が出ますから、もう一回議論したらいいと思いますね。しかし、非常にナンセンスだと思いました。はい、少々一周をしまして、今財政の話で松井さんも時さんも質問はどうでコストとか財政の話は別ですか。二重行政の解消というのはですね、この間さまざまな論点で言われてきたわけでありますけど、国もやはりこの二重行政の解消というのは考えているわけですね。でこれは第30次の地方制度調査会というのが国の調査機関がありますけれども、ここではやはり都道府県と政令市には二重行政というものが存在していると、こういうふうに国の議論でもなっています。でそこでそれを放置しておくとですね、これはもう大変なことになると、何らかの解消が必ず必要なことになるというふうな、国もそういう認識を持っているわけであります。で今回の都構想というのは、やはり大阪市と大阪府が同じ仕事をしているのであれば、これはもう一元化して、さらにこのスピード感を出して、大阪の成長と発展に寄与してもらおうと、でその効果が特別区にも出てくるんですよと。ですから、特別区には住民に身近なサービスをやっていくということで、東京の
東京スクールよりもさらに大阪の今考えられている制度ということで、これまた後ほどご覧いただきたいと思いますけれども、東京の特別区よりもさらに権限が大きな特別区になっています。ですから、都道府県の事務もしますし、政令市の事務も入っているわけです。ですから今日、中核市並みだということですが、中核市以上の権限になっています。東京は一般市並みということになっていますから、それから比べてもさまざまな事業が展開できますから、十分このサービスと町の発展と、そして広域の一元化ということが大きなポイントであるというふうに私は思っています。はい、ありがとうございます。二次行政の、市長にお待ちください。二次行政の話、出ましたけれども、ちょっと論点がそれぞれ違ったところからお話しされているような気もします。何を持っているのは二次行政というのかというところも、これもう散々いろんなところで議論されてきたもので、なかなかこう結論が出ないということで、まあ、難しい問題かと思います。はい、じゃあ松井さん。いや、川島議員がいろいろ、まあ、今おっしゃってました。短く聞いて、まず二重行政があるのかないのか、そして自民党はあるということを認めて、前回大阪会議というものを設置される。この大阪会議がスタートしてボイコットをした理由、それから基礎自治体優先と言いますけれども、今回 の、 大阪市の基礎自治体業務、医療福祉教育に関するところ、これは大阪府に移っておりません。基礎自治体である特別区に、さらに大阪府が持っている幼稚園の設置認可権等々を基礎自治体に移しています。だから基礎自治体には、基礎自治体業務の権限は大阪府に移らないんで、十分基礎自治体優先という形にしております。まずその二重行政を解消するために、自民党案で対案とされた大阪会議、これをボイコットされた、これは事実です。なぜなのか、二重行政を解消する気がないと我々は捉えてますけれども、これ答えの場合。はい、ありがとうございます。では川島さん、これについて。大阪会議はよく言われるんですけれども、議案条例案を出したときには、維新の会の皆さんもすごく乗ったわけで賛成いただきました。賛成いただきました。その時に私は、ああ、これは優れるなと思いました。なぜならば、私ね、この本いつも読むんですよ、橋本さんの本もね。で、この中にね、書いてあるんですよ。一度OKしたことをね、覆す技術っていうページがあってね、相手が見た仕様のない前提条件を作り出してOKをノーにするって書いてあるんですよ。これをね、されるなと思ったら、案上されたんですよ。じゃあ何で揉めたんですかって言ったら、結局ね、対案と掛けかけなんですよ。ああ、もうこれはあれだな。大変とか言ったら、今度何か1個持ってきて、またそこで要はまとめる気がね、維新の会の方になかったということなんですよ。きちっとやっぱり民主主義ですから、本来二重行政を解消しようと思ったら話し合いをきちっとすればいいんですけれども、話し合いをするように仕掛けてしなかったという、こういう手法を取られたので、あ、これはもう後ろ潰されるなと思ったんで、私たちは時点で見切りをつけました。あれ以上突っ込んでいったらもっとややこしいことになって、もっと、批判を受けることがありましたので、ある意味損切りをさせていただきました。なかったですね、はい、ありがとうございます。いや、もうそういう意味ではこういう交渉術のやり方ですから、やっぱりこういうやり方さん、これはやっぱり民主主義の中ではしっかりと話し合いをするべきでありますよね。それを最初から潰すぎで議論される、こういうふうかけられたということは、私たちは、正直、残念でならなかったです。はい、橋本さん、ありがとうございます。ここに至るまでのいろんな経緯あります。一言で申し上げて大変恐縮ですけど、過去のいきさつ、ちょっと置いておきたいと思います。で、これからですね、大阪をどういうふうに運営していくのかということで言いますと、それぞれの皆さんの発言の中から、やはり財政の問題、シミュレーション自体をもう一度やり直すべきではないか、それから冒頭の皆さんの主張の中で、コストの受け止め方、これが、どうなのか、適切なのか、大きな負担すぎないのかどうか、そういったところだと思いますので、財政にですね、これから少し焦点を当てたいと思います。で、企画委員からこの財政についての質問を用意しておりますので、まず、口火を切っていただきたいと思います。お願いします。はい、企画委員副委員長、種村と申します。よろしくお願いいたします。松井市長に質問させていただきます。先ほどの財政シミュレーションのご説明の中でですね、市長はコロナは一時的で、財政シミュレーションの収支黒字のあれ収支黒字は見直すつもりはないともうおっしゃってましたけど、一方で政府はですね、このコロナ禍、ポストコロナ、新しいその生活様式を採用するとか、
ウィズコロナですとか、まあ、つまりコロナ禍以前の常識はもうないんだというようなあの発言もかなり出ていると思うんですね。で大阪だけがあのコロナ禍以前の常識がまた完全復活するんだという前提のシミュレーションというのは、いささか説得力に欠けるのかなという思いもありまして、で仮にその今あの示していただいたシミュレーションが、まあ、その通りにいかなくてですね、まあ、あの党さん党の方からご指摘あったように不足が出た場合、まあ、どのような対応がなさるのかお考えを聞かせていただけますでしょうか。はい、あの残念ながら大阪府大阪市とも、これは公務団体なんです。で、今あのご存知だと思いますけれども、我々地方の、僕は知事もやりました、新町市長です。地方の役所を運営するにあたっては基準財政需要額というものがあり、税収が落ちた場合は国において、これは国の制度ですからね、国の制度として地方財政制度で足りない部分は国が交付で措置するという、そういうルールでこの日本の国の地方自治体というのは動いております。今コロナ後どうなの、大丈夫かという話です。じゃあ2008年リーマンショックがありました。あの時も非常に大阪は税収がもう激減をいたしました。今回のコロナ同等、一時はコロナ以上に厳しかった時があります。結局その後蓋を開ければ決算の時点で、これは事実の数字ですけれども、当時、リーマンのショックを受けて、交付税措置をされた結果、黒字でやりくりしております。これが事実なんです。ですから、我々は今、大阪に入ってくる、この大勢、役所運営のこの総費用、これは今の国の制度の中でやりくりができると、こういう判断をしています。ございました。作品、追加よろしいですか。はい、この財政についてはおそらく皆さん、お考えあると思いますので、じゃあ、川島さん、お願いします。あの今のお話で、税収が減ったら国が補填をするというようなお話ですけれども、基準財政需要額を計算するときに、基準財政収入額ってあるんですけど、計算するときに 75% しか参入しないので、実際 100% 減った分の 75% しか地方交付税は措置をされませんので 25% は減ります。それとあのリーマンショックのお話でしたけれども、リーマンショックの時の3年はこの地方交付税制度以外にも当然ながら景気対策もありますし、もう一つは2010年だったかな、それ以前三位一体の改革をした時に地方の税収、地方のその交付税のあれがちょっと減ったんですね。それを制度的に復元をしたので増えているという状況があります。議会でも私たちの会派で財政の総務委員会で、私の仲間の委員が質問しましたけれども、これ20年ぐらいのスパンで見るとやっぱり大きなトレンドとしては、税収が減った分を全てきちっと、国が補填しているかというと、そういう状況になっていませんでした。やっぱり制度的には基本的には 75% しか保障されないということ、これはやっぱり制度としてきちっと理解をしておくべきだと思いますので、その点皆さんには誤解のないようにお願いしたいと思っております。はい、この財政の問題でありますけど、今まあ市長がおっしゃいましたけど、リーマンの時もきちっとした手当があったということであります。でこれはリーマン対策として国が交付したわけではありませんけれども、その時のリーマンショック後の大阪市の税収はですね、約、正確には覚えてませんが、約320億ほど、赤字になったというふうに、収支不足ですね、320億ぐらいの、赤字だったわけですね。でその後国はですね、この交付税と人財債で約600億の措置をしてますから、最終的にはプラス260億ぐらいの、税収アップにつながっているということであります。ですから今市長が申し上げたような形できちっと、これはもう今回でもコロナ対策の何らかの措置ということではなくて、やはり税収が一定落ちればですね、国の交付税措置というものがきちっとなされると。でまあ、これは今回は全国的な問題がありますから、これはもう国にもしっかり要望していかなければなりませんけれども、そういった仕組みがきちっと成り立っているということですから、心配はないというふうに私どもは考えています。はい、ありがとうございます。で、辰巳さん。はい、税収を落ち込んでも補填されるという話は、まあ、リーマンショックの話でありましたけれども、今、時さんおっしゃっていただいたように、
リーマンショックの対策ではなかったわけですね。でこれは三位一体改革で前々年ぐらいの時にガクッとこう付近が落ち込んで全国の市町村の強い要望運動が実ってそれが交付税が増えたというのがリーマンショックのちょうどその後だったということですので非常にこういう議論というのは楽観的すぎるんじゃないかなというふうに思っております。はい、確かに今コロナで厳しい状況になっています。だからこれから大卒として二重で、この経費を使いながら無駄なこういう支出をしていくんでしょうか。比べていただけなければならないのは我々が知事市長になる以前の二重の不幸な時代とそれからこの間一体で動かしてきた。そして大阪はこの10年成長してきました。これは経済指標にも表れています。だから将来に対してそれはいろんな前提条件が違えばそれは変わってきます。でもやはり厳しい時代を乗り切るためにも不死が対立するなんていうそういう制度はこの際やっぱりもう根絶をすべきなんです、ね、この自民党と共産党はそれぞれのポジションがこれが変わるということで二重にあった方がそれは彼らにとってはいいんでしょうが、だから彼らは二重行政の解消のプロモが一切言わない。ここが一番問題なんです。川島さん、先ほども申し上げましたが二重行政を解消するならばきちっと基礎自体に権限財源を維持すればいいだけです。そして無駄なという話をしますが今非常に財政が厳しい中で我々も改革を当然ながら当然市長も改革されてますから我々もその改革については協力をさせていただこうというスタンスでありますけれども改革をする中でそれを進めていっております。無駄なものをやめていっております。今何か無駄なものがあるのかなというような気合今お話をしていて感じております。で昔の昔の大阪って言いますけれどもこれいつもね出てくるのはこの、住民説明のパンフレットでもこれ9ページにね過去の大型開発がやっぱり出てくるんですけれどもいつも多分このことを言い張ると思うんですけれどもこれって全く二重行政と関係ない話なんですよね。全く二重行政と関係ない話が、このパンフレットにも載っておって、非常にこれ見ててそういうこれ二重行政はこんなあかんなってこう逆に市民に思わせるようなそんな気がしてなりません。大阪については、これまでの過去対立していますけれども風刺それぞれが力を合わせてツインエンジンで大阪の経済の発展これを成し遂げてきたと、このように思っておりますのでその点はご理解いただきたいとこのように思います。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。来たる住民投票に向けて、選択肢を皆さんに提供したいという趣旨で、進めておりますのでちょっと一旦その趣旨に立ち戻りたいというふうに思います。そのお金の話で言いますとコストの見方なんですね。コストについては将来の投資ということなのか、そして一番その有権者の皆さんがイエスなのかノーなのか非常に気にされているのは住民サービスが維持されるのかどうかということ、そこはですねどうもおっしゃっているところが時期がずれていたり曖昧だったりということがあると思いますのでそこをちょっとはっきりさせたいと思います。まず住民サービスが維持されるというのはどの時期のことを言っていてどこから先のことは言っていないのかということはいかがでしょうか。はい、今回 の協定書にはですね特別区設置時においては住民サービスを維持するということでありますから設置の段階でまず維持をしていると。でそれがもう維持してたらもうそれはなくなるんだというような暴言を言っておられる方もありますけどそういうことではならないわけです。そういうことではないわけですね。でその後については確かに、維持するから、努めるとこの住民サービスを維持するように努めるという表現には確かになってますけどもこれはやはり将来2025年で、特別区になりますからそこでは特別区長が誕生するわけですね。ですからその先はやはり特別区長のマネジメントで住民サービスを向上させていくという考え方でありますから基本的にその反対の人はね要するに対案も出さずに何でもかんでもこれはダメだダメだ危ない危ないという不安感を煽るばっかりでありましてね先ほど申し上げましたが現在でもサービスが今のまま放置してですね、これが今 の, これが
大阪市の財政局が出している財政収支見込みです。でこの真ん中の線引っ張っているところがゼロで、そこから下赤になっているところは、これは収支不足が発生するということなんです。今の大阪市でも何もしなければですね、この2029年頃には181億円のマイナスになると。改革はやっぱりしていかんとあかんわけです。で、どの時点までそれが維持されるのかというのは、やはりこれからの大阪の成長によって、その成長の果実を特別区へ振り分けるわけですから、今以上にさらに発展していくというふうに私たちは期待をいたしているわけであります。ですから、いつまで続くのかというのは、これはその後は身近な住民の皆さんの意見を聞いて、そしてより良い特別区の運営をしていく、だから広域と基礎自治体と基地と分けるということであります。はい、ありがとうございます。非常に大事な議論に入ってきたと思います。で、それぞれの皆さんに1回でも2回でも3回でも多く発言していただきたいと思っていますので、1分間極力お守りいただけますように、改めてお願い申し上げます。今の時さんの お答えに対する、反論ということになるでしょうか。辰巳さん、まず行きましょう。はい、大阪市を廃止しなければ1300億円のコストはないんです。ないんですね。だから財政不足という話がありましたけれども、大阪市を廃止すればそれ以上に、不足になるということです。で、先ほども示しましたけれども、これ財政シミュレーションの中に入り込んでたやつなんですね。で、これで17億円、プールを15箇所削減して9箇所にすると、これがもう出てきてるわけですよ。で、これはおそらく3年か4年後に、2025年の廃止後すぐにではなくて、3年か4年後に廃止をするというふうに8月11日の財政シミュレーションではなってました。まさに市民サービスが財政シミュレーションの中のその前提として組み込まれているということをね、ぜひ知っていただきたいというふうに思います。大阪市を廃止しなければいけないです。ありがとうございます。川島さん、行く前に企画委員の方からですね、この一般の方からこの住民サービスどうなるのかということについても質問が寄せられていますので、その、一般の方の質問を受けて、合わせてですね、川島さん次お願いします。朝日新聞の松田と申します。よろしくお願いいたします。今おおむねいろんなお話で出てはいるんですけれども、確かに私どもの新聞社にも読者の声を募るとですね、やっぱり住民サービスの低下どうなるのかという疑問、意見がたくさん寄せられてまして、住民というのは1ヶ月を切ってきて、自分たちが今享受していると受けている住民サービスどうなるんだろうというところが、都の成長戦略がどうなるとか、二重行政云々もそうなんですけれども、自分の住民サービスどうなるかがやっぱり気になってくるタイミングなのかなと思います。そこで先ほど岡田時さんもおっしゃってますけれども、都に移行した大阪府が、特別区に移行した時点では維持されるというものの、その後は特別区長が、それぞれ判断マネジメントで決めていくことだと。で、そうすると4つの区に分かれて4人の区議長が、今までと違う区議長が、そして新しい区議会で、また行政サービスを決めていくとなると、今のサービスを維持してほしいという人からするとやっぱり今よりも変わりやすくなるんじゃないかなという懸念を持つのは妥当なことかなと思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。川島さん、まずお願いします。この行政サービスを移行時にしか維持できないということは、先ほど来のとお話で明らかなんですけれども、何でも反対みたいなこと言うんですけど、私ちょっと提案してたんですね。基準財政事業額というものが地方交付税制度上あります。これだけ事情があります。国の基準があります。だからこの基準にきちっと行政サービスを残すなら、このサービス、このサービス、このサービスの分は残しますということで、東京都は独自に基準財政事業額の基準がありますので、当然大阪でそのサービスを残すなら、そこにきちっと制度上設計に入れておけば、明らかに住民サービスは維持できるんですよ。でもそれを私何度も言ってもしてくれませんでした。おそらくなぜならば、交付税をいただいている大阪府と大阪市です。さらには先ほど来出ている移行コスト等々で15年で1300億円がかかる。さらには、基準財政事業額が本来4つに分かれたら増えるであろう200億円も行政事業が増大する分についても補填され、約束がされていないという中で、その計算をしたら明らかに財政的に成り立たないことが明らかになるからなんです。
だから明らかにそれを示せばよかったんですね。基準財政重額を示していただけたら、このことの議論はこんな議論をする必要はなかったわけです。明らかに成り立たないことが分かるからです。以上です。松さんに今ちょっと今のお話の中で何回も言ったけど聞いてもらえなかった、これ誰に何を言ったんですか。法定協議会で基準財政重額についてはきちっと算定、モデル標準区を作り、それとともに基準財政重額を国モデル、そして参考にしながら、東京都のように国以上のものを積んでくださいねという基準財政重額の算定をずっと求めておりました。松井市長、今聞いてもらえなかったというような話がありましたが、そこも踏まえて、我々今回ね、この特別校を設置するにあたって基準モデルとして周辺の中核市並みの権限を与える、で中核市でどのぐらいの経費でサービスが行っているかというそういう平均値を取って財政のシミュレーションをやっております。だから例えば東大阪市、約40万、それから、堺も含めてね、そういう中核市並みの力を持てるところが一人当たり住民にこのぐらいのコストで財政運営をしておりますよ、黒字で運営できてます、これを基本に4区というものを作ってますから、今川島委員が言っているようなその計算をする必要はないでしょ。今と収入は変わらないんです。今とね、それを4つの特別区に、編成して、で財政シミュレーションを大阪市が行っている財政シミュレーションを取り入れる中で財政運営をシミュレーションした結果黒字になるんで、各、サービスを維持するのに一番重要なのは財源が黒字であるかどうかです。でこれが黒字であるから今のサービスは維持できるということで、今回特別区は今のサービスを維持しながらさらに住民の近いところでものを決めれるんでニアイズベターでしょうというそういう区割りと各特別区の人口規模を隠さないような形でこの特別区というものを今回定めたということです。今のお二人の中でこの大阪版いわゆる特別区というものは中核市並みという言葉が非常によく出てきます。その中核市並みなる、実態がですね今一つこう見えにくいところもあるんですけれども、今の基準財政需要額の話の中でも中核市並みで東大阪市とに相当するようなということです。で改めて詳細な計算は必要ないというふうにお答えされたということですけど、これはどういうことなんですか。ちょっとどうでしょう、精密性に欠けるのかなというふうな印象で、そういうことではないですか。そういう形ではありません。積み上げ方式でいきますと、例えば中核市で保健事務もね、専門職も入れて100人でやってると、さらにこれをじゃあ200人にすれば、もっとこう手厚くやれるじゃないか、専門職ね。でもこれはある一定の基準じゃないといくらでも規模が役所の規模が大きく なりすぎてしまいます。だから今実際に中核してやれているその平均値を取って各自治体の規模、財源という形を作ったということです。それ積み上げれば、ね、いくらでもあるんです、そういうのは。ありがとうございます。これに対して川島さん、どうでしょう。非常に危ない議論をしててね、予算と計算というのを自治体の、ね、中でちゃんと理解をしておかないといけないと思います。きちっと予算が決めるかどうか、これが重要です。決算で黒字だから大丈夫なんだ、決算で成り立っているからこれを4つに割ったら大丈夫なんだって言います。でしっかり改革をすればと言いますけれども、制度としての話をしているので、制度としてはきちっと国の基準にあるその地方交付税制度である基準財政需要額であったり標準区というものをきちっと設定をする中で本当に予算が組めるのかどうかを考えることがまず第一です。それをごまかすために計算で成り立っている、計算終わったらできるとか、それこそ中核市たちの中核市のモデルを持ってきて平均値を取っているとかいうことですけれども、結局それは机上の空論であって、今の大阪のこの行政の実態に合っているのかどうかというところを見るには、やはり基準財政重額の積み上げ、そしてモデル標準区の設定、これをしなければいけません。これを私は法定局で何度も言ったけど、これは結局僕は逃げたと思っております。はい、ありがとうございます。
議論が少し専門的なところに入ってきていますけれども、この住民サービスのところで、東京と少し比較して私から質問したいんですけれども、まあ、今回のコロナ禍の話の中で東京の特別区は例えば PCR 検査についてはそれぞれ区によって独自のやり方をしている、例えば助成をつけたり世田谷方式ですと全て無償でやるというようなこと、これはいわゆる都知事が口を出せるような話ではなくて区の独自の判断で実施されているものだと思いますけれども、まあ、住民からすればこうした自分の住んでいる町の臨機応変な対応をしてもらうということが非常に望んでいることでもあると思うんですけれども、今の議論の中で言いますと大阪版この特別区で、そうしたユニークな色とりどりのそうした施策というものはじゃあ可能なのかどうかということで言うとどういうふうな見解になるわけでしょうか。特別区になればちょっとお待ちください、まあ、発言が少しない方大丈夫ですか。そしたら松井さんお願いします。これ特別区になれば各区に保健所が設置されますから可能です。この特別区に保健所を設置するために専門職の数も増やす計算で今各区の職員数を、要は算出しております。今は大阪市は大阪市とに1か所しか保健所ありません。各特別区に保健所ができることで専門職も増えますから、例えば PCR 検査も東京都の各特別区の特色がある形が次は特別区になればできるということ。これは松井さん、財源的な裏付けの問題というのはどういうふうになるんでしょうか。そこは人数増えますから、それも含んでランニングコストが増えるという計算してます。でそれで何度も言いますけれども、そういう、こう一定条件の中には人も増えるも入ってるんです。それを増やした中でもプラスでこれ赤字にならずに予算が組めるという計算を法定協議会できちっと事務課で入れてやっております。だからこれできない理由になれるとね、いくらでも言えるんですよ。税収減るんじゃないのと、国からお金来ないんじゃないの。でも今までの不死バラバラの対応よりよっぽどマシでしょ。今回コロナは不死一体で取り組んでます。で司令塔は大阪府一元化です。2009年にインフルエンザの時不死バラバラで対応しました。最後は厚労大臣松尾さんが一つにまとまれという指導をしてもらわないとまとまれなかったです。だからこういう感染症対策においてももう不死が、壁を作ってバラバラでするともう住民の命ここに関わる。だからこういうことはこれからは大阪府がやっていくということになります。はい、ありがとうございます。辰巳さん、これについて反論という形でうまく議論をかみ合わせてください。大阪の場合は保健所の体制が非常に7月ぐらいに逼迫をいたしまして、濃厚接触者であっても2週間以上 PCR の検査を受けられないという時期が、続いたと思います。で、まあ、もともとは24区に保健所があったりとかしてですね、で、まあ、保健所を4つにっていうんですけれども、これは特別区設置以降ですから5年後になってしまいます。本当に必要だったら体制強化も含めて、まあ、いくつにするかは別としてですね、もっと増やせばええと、今からでも増やせばええというふうに思っております。だからその特別区ということではなくて、で一つ私、まあ、これですね、大阪のコロナ対策で言いますとね、8月から9月にかけてのコロナで亡くなった人の数というのは東京よりもかなり多かったんですね。陽性者の数は東京の半分しかないんですが死者は多かったと。やっぱりこれはこの間大阪の医療体制であるとか、あるいは公衆衛生も東方が配慮されましたので非常に脆弱なところが出てしまったのではないかというふうに思っております。真剣な厳しい総括が、ここでは求められるのではないかなというふうに。ありがとうございます。今のお答えの中で増やせばいいというお答えがありましたけれども、ちょっとまあ、どうやって増やすのかということ、それと政令市のまま継続すれば簡単に増やせるものなのか、それも財源の問題、あるいはスタッフ専門性のある人材の問題、まあ、いろいろあると思うんですけど、今のお答えもう少し具体的に裏付けはあるんでしょうか。いやですから
どの道特別区になって増やすといっても人材の問題、コストの問題が出てくるわけです。で必要であれば今からでも増やせると。福岡市ですね、福岡市は保健所が7つそれぞれの行政区にまだ残っているところだと思いますので、今からでも増やすべきですし、あるいは大阪市のコロナの対策で言いますとね、非常に大阪の陽性率で、エピセンターとも言えるぐらい感染震源地になっているのが大阪市内ですから、大阪府下で30以上の、検査センター、地域外来検査センターを作ると言っている中で、大阪市内は4つしか作らないと、こういうことにもなってますので、本来であれば大阪市内でこそコロナの対策をやっていくと、これが必要ではないかなと思っております。はい、辰巳さんはこの、コロナの状況というのも本当に大阪のこと全然ご存じないんだなってよく分かりました、ちょっと失礼、今回のコロナの、今陽性率大阪市内が高いと言いましたよね。で大阪市内で検査施設これ以上増やして今の大阪市の保健所体制でどうやってサポートするんですか、できなかったんです。だから今回コロナの患者さんの半数は大阪市内でも、その大阪市内でこの患者さんの PCR 検査と対応できるそれだけの、マンパワーと場所、検査体制ができていない。だから府域一体で大阪府にこれを司令塔を作って、大阪市の患者さんを大阪府域全体で支えてもらっているんです。でこれをできたのは大阪府の地方公衆、大阪環境科学研究所と地方公衆、大阪府の公衆衛生研究所、これを、これは僕と橋本さんの時に一体化して機能強化したことです。だからこれができました。でもこれ共産党さん反対です、この機能強化、議案反対だったんです。反対された人が大阪市は、ね、力がないとかね、そういうことを言われると非常に失礼だなと思います。はい、ありがとうございます。かなり何回か多くなってます。このテーマ、これを最後に辰巳さん。はい、大阪市内で保健所が足りなかったと、体制が足りなかったということを市長自身が私は自慢されても非常に困るなというふうに思っております。ですから大阪市内でですね、本当に2週間PCR の検査が受けられなかったわけですよ、7月の初めに。一部の人ではないですよ、私いっぱい聞いてます。一部の人でやっても受けられなかったわけですね。それを府内で受けた人もいるかもしれません。だけれども待たされた、実際は待たされたわけです。府内で受けろとも言われずに待たされたわけです。私は大阪府下でこれだけコロナの、第2波で言いますとね、高齢者の施設とあとは院内感染ということが多発したということを大阪府の会議でも10月2日に述べておられますので、本来であれば大阪市内のそういった施設を無症状者も含めて PCR の検査をしている。でそれは保健所の体制が大変だとおっしゃるんですけれども、クラスターが起こって大変なことになればそれこそ保健所の体制が逼迫するわけですから、今、少しまだ落ち着いたといっても増えている、多いですけれどもね、50人60人あるんですけれども、今の段階でそういう PCR の拡充をするべきだということを保健所の体制のためにも私は言っているということです。はい、ありがとうございます。最も有権者住民の皆さんの関心の高い住民サービスのお話のところから、この今 PCR の一例として議論していただきました。一旦その住民サービスは本当にその維持されるのかそうではないのかというところのお話をそれぞれ皆さんからいただきましたけれども、総合しますとこういうことでよろしいんでしょうか。まず制度移行をされるその時点は当然制度的な担保をされていますので維持はされる、それ以降については未定、財源がきちっとあればですね、サービスは拡充できるわけです。財源ですが、先ほど申し上げているように未定ではない。財源もちろんそうなんですけど、その財源をどういうふうに使うのかというのも当然ですよ。これいつも皆さんが言うね、民主主義によって公約政策が決められるわけです。その時点で我々が区長になるわけじゃありません。僕一人なんですから今、僕がそのまま区長であればもちろん今やってるんだから自信持ってやります。
でも選挙で区長を選ばれるんだから、それが有権者の皆さんが区長の公約で、でも公約出すときにね、今のサービスやめますなんていう公約を出す、候補者というのはなかなかいないと思いますよ、これは、うん、だから議員も同じだから、そこから先は民主主義がもっと近くなって自分たちで選べるという。ありがとうございます。公明党としてはですね、4条件を提示をして反対から賛成に転じる、この4条件が認められたというか、そこで合意できたということが大きな理由というふうになっています。でその中に住民サービスの維持というものを明記するということになっているんですが、今松井市長がおっしゃった見解と、この時さんがおっしゃられている見解というのは、これ一致しているんでしょうか。時さんお願いいたします。住民サービス松井市長はやはりその制度移行の時点、だから移行時に維持に努めるって書いてるわけですよ。だから今住民サービス大阪給食無償化とか、要は医療扶助制だとか、それから経路パスだとか、これはその時点までは、特別できるまでは維持していくわけで、でその後はこれをやめる人をみんなで選挙で選びますかね。もう給食やめます、それから医療扶助制やめます、そこは公約に掲げてやるわけ でこれは法定協議会としてはその時点で維持に努めると書いてるわけで、だからその選挙に出る次の区長の候補者の皆さん、この協議書を見て、これは普通の人は維持しますよということになるんじゃないですか。そういうことです。はい、ありがとう。ここは私の方からこれ以上突っ込みませんけど、最後にこの、川島さん、ここの点について。すごく議論がもしちょっと不思議で、維持するかできないかじゃないですか。本当は良くなる話をしないといけないのに、維持することに必死なんで、やっぱり大阪市を廃止してもやる必要はないんだろうなということを改めて思っております。それと何度も言いますけれども、きちっと制度的に担保を取るんだったら、難しい話ばかりですいません、基準財政需要額をきちっと積み上げて、それを制度の設計の中に入れればよかったんですよ。東京都だってそうやって国基準よりたくさんの、その基準財政需要額があるから、東京23区の特別区は言ったらみんなしんどいしんどいやりますけど、それでも普通の、特別区というこの制度で考えたらはるかに財政的になるわけですよ。だから財政の話をするときに、すごく根性論とか改革論とか決算の話ばかりしますけど、きちっと予算が組めるのか、制度が維持できる、住民サービスを維持できるというのも、きちっとそれが予算化できるのかというところの制度の確認をしっかりしなければ、逆にできないならこれをやったらあかんということだと思います。それだけ言っておきます。はい、ありがとうございます。すいません、次のテーマに参りたいと思います。一旦引き取らせてください。今財政の話がありました。で財政状況が厳しいというのはこれも皆さん一致している。その中でやはり大阪を成長させていかないといけないということもおそらく一致していると思いますが、その成長のさせ方、成長の形というものがそれぞれ皆さん頭の中で一致できているのかどうかということが一つ大きなテーマになると思いますけれども、企画員の方から成長について取りまとめて、まずこの議論の叩き台ということで質問させていただきます。企画委員長の宮内です。大阪の将来像について、松井市長に伺いたいと思います。大阪維新の会はですね、大阪都構想が実現すれば、東京一極集中を是正して、東西二極の一極を担う副首都を確立するというふうにおっしゃっています。で市の副首都ビジョンでは、例えばその西日本の首都ですとか、あるいは首都機能の核アップですとか、アジアの主要都市という言葉が出てきますけれども、今一つイメージがはっきりしません。で副首都というのは一体どういう機能を備えているものだと、市長は、考えていらっしゃるでしょうか。まず市長お願いします。そもそも首都東京もこれ法律で規定されているとかそういうことじゃなく、国民すべての人が首都は東京なんだなという、そういう雰囲気で首都という位置づけが今されております。何もどこかにこれが、明確に規定されているわけではありません。で我々が目指す副首都というのは東京と
並び立つ経済力を持つエリアを作りたいということです。あの東京の GDP に並べるぐらい のそういう、経済をの拠点を作っていきたいと、そのためには広域大きな仕事ですね。で経済成長させるためにはまず成長戦略というものを一元化しなければなりません。もう当たり前のことなんですけども、大阪府と大阪市は重なり合ってるし、で大阪というのは全国で2番目に狭いエリアですから、でこの成長戦略が僕と橋本さんが、市長になる前は府市それぞれバラバラでした。大阪のど真ん中とそれ以外で経済の成長戦略が一つにまとまらない。これで民間の力発揮できません。でこの間、橋本さん吉村さんと、成長戦略は一元化をさせました。それから経済成長させるためには広域のインフラ必要です。このインフラも例えば関空から梅田につなぐ何は水線、これも30年前から必要と言われてましたが、大阪と大阪市意見が合いませんから全く動きませんでした。だからこういうものを着実に動かしていくことで東京と並ぶ GDP を生み出せる大都市にしたいということです。はい、ありがとうございます。今あの松井さんから非常に明確な一つお言葉いただけたと思います。副首都となるものをこれからの大阪が目指すところというのは東京と並び立つ経済力を持つエリアを作る、そのために大阪都構想が必要だということだと思います。でこれに対して、ご意見見解のある方、川島さんどうぞ。あの経済圏でいくとすでにあの東京というよりも関東圏なんですね。東京圏ではなくて関東圏なんです。で東京のバックアップもそれこそあの環状とか放射線に、高速道路も伸びる中で秘書のバックアップ体制も考えられている中で、それがしっかりとインフラが整備されたことによって関東圏としてのすごく経済力を持っているわけですね。だからやっぱり我々大阪としては大阪だけではなくて、やっぱりこれ、まあ、道州制の議論に近づいていくんだとは思うんですけれども、あの関西広域連合をはじめやっぱり大阪を中心に、まあ、神戸京都もありますけれども、その3都市、まあ、境も入れてこれを中心にどう大きな都市圏、このインフラも含めて組み立てていくのかという中で、それと大阪がしっかり副首都になるにあたっては、この大阪そのものの機能のバックアップを、東京だったら埼玉とか千葉とか横浜とかいろんなあの相模原であったりとか、そういうエリアできちっとバックアップが取れる状況になってて、何か起こった時にはすぐ復旧復興ができる状況になってますけれども、大阪の場合は大阪が何かあった時に大阪のバックアップが今ないじゃないですか。だからこそ本当はきちっと広域で考えるべきで、都市への向けた議論を進めていくべきだなと思っております。でそれでいつも気になるんですけどね、今まで府市バラバラだったバラバラだったって言うんですけど、先ほど浪速水線一つにとってもこれ一番の問題はお金の問題なんですね。お金の問題が解決しなかったから進まなかった。それは当然ながら国の事業スキームもあるし、そこに地方負担で当時大阪が1000億円以上大阪市が負担しないといけないというような状況があった。またその時に当然ながら事業スキームでいったら事業主体者、それもお金を出さないといけない。そういうことも含めてしっかりとその辺を考えたら、広域次元化したからできるものでもなくてバラバラでもなくて、全く邪魔しないでくださいね、全く事情が違うということだと思います。ありがとうございます。川島先生、時間トクサス、まずでは始まります。はい、わかりました。自民党さんそこまでおっしゃるんでしたら、やっぱり具体的な対案を一度出されたらどうですか。ぜひ対案を出してですね、議論すべきだと思います。で今回のこの協定書についてはですね、都とみなすというみなし規定が入っています。まあ、党にはなりません。これは確かにその通り法律改正が必要ですけども、ですけどもやはり今国はですね、東京一極集中を是正すると、これが大きな命題になっているわけ。そして地方を創設していくと、こういうことが大きな命題になっています。なかなか進んでないわけです。ですからここは大阪が大きな起爆剤となってですね、やはりこの東京に匹敵するこの日本の経済を牽引する、そういう発展を目指していかなければならないというふうに考えています。ですから自民党さんね、もしそんだけいろいろおっしゃるんでしたら、対案意見出してください。ほんで、法廷協議会ではですね、自民党さんは、府会議員は全員賛成したんじゃないですか。府会議員は全員賛成してはるということやからね、そこはやっぱりよく話し合いで、先ほどと言うて、話し合いで解決できるというんだったら、府会議員と市会議員の話し合いできちっと一本化してもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。いや、ちょっと待ってください。一巡いきたいと思います。大阪の成長の形ということで、それぞれ今出てきていまして、そうしましたら、辰巳さん、今、都構想について自民党と同じように反対の立場ですけど、これ、自民党さんとの成長の形というのは、同じものをイメージされているのか、そのあたりはどういう大阪の形、財源も必要になってきますけれども、どのように大阪を成長させていきますか。私たちが一致しているのは、大阪市の廃止解体、これをストップするということですね。で、違う政党ですから、もちろんそれぞれの成長戦略というのはあると思うんですが、まず事実関係として、この間の大阪が本当に成長してきたのかということを見る必要があると思います。2010年から17年、大阪の名目成長率というのは全国 1.3、大阪は 1.1 だったと。で、GDP、これは 7.4 から 7.3% に下がってきたということなんですね。やっぱり大阪経済、あるいは民の懐の疲弊というのが顕著だと思います。で、それはやっぱり経済効率優先規制緩和、あるいは社会保障の切り捨て、こういった新自由主義路線というのを、とりわけこの全国よりも大阪が進めてきたことになると。ここの総括が私は必要だと思います。で、住吉市民病院というのを二重行政だといって、廃止してしまったりですね、公衆衛生研究所などを統廃合したりとか、あるいは保健師の数でも先ほどから出てますけれども、全国で下から2番目ということになっています。非常に脆弱になっている。で、どう成長させていくのかということで言えば、私たちはカジノとか、あるいはインフラ一辺倒ではなくて、むしろこういった医療や介護や社会保障を充実させるということが大事だと思うんです。で、私たち国民経済統計の産業連携表を使って、こういうところに投資をした方が、医療や保健衛生、社会保障ですね、介護、インフラ整備よりも経済効果、あるいは雇用の効果があるというふうにも計算してますので、そういったところに大阪がもっと注力していくと、このことで経済成長などを、実現していくという形で考えています。はい、ありがとうございます。ということは、この住民投票にの運動に関わるところでいうと、成長の部分、戦略のところでは、自民党との、そこでの共存しているということではないということが、はっきりしたと思います。で、一巡しましたので、松井さん、どうでしょうか。自民党川島さんからね、広域連合で、これを連携させるべきだと、さっき明確にそう言われました。広域連合を作ったのは橋本さんの知事時代に作ったわけです。じゃあその時になんで平松さんと川島さんたちは広域連合参加を反対してたんですか。広域連合参加しなかったですよね。横浜屋とか政令市で組んで、特別市、連携論とかいうのやってましたね。平松さん入らなかった、これ事実で、これなぜ入らなかったので、皆さんも広域連合に入れということは平松さんに言わなかった。これは橋本さんが市長になってから広域連合の一員に大阪市になったんです。いいですか。はい、はい、すみません。すみません、話を聞いておいてください。ここまで来るのに様々なですね、様々なあの経緯はもちろんあってのことなんですけれども、ちょっとやはり過去の話、どうしても出てくる、これ仕方ないんですけれども、ちょっと ここまでに、はい、しておきたいと思います。で、これからの成長ということで言うと、私の方から松井さんに、東京と並び立つ経済力を持つエリアを作る、このエリアというのはですね、どこのことを意味しているのかと、私はもしかしたらこれは、大阪市、結局は大阪市を、発展させるための、ことになるのではないかと、これはもう松井さんも大島知事もやはりそのメトロを通じてその駅の周辺を、大きく開発するとか、夢洲に大きなターミナル駅を作るとか、結局はこれ大阪市のことになる。これでは今でも、人と物と金が大阪市の中心部に集まっているこの状況で、ますます大阪市をそういうふうなエリアにしていくということが、果たして、松井さんがおっしゃるように全体としてですね、大阪の成長あるいは関西の成長につながるのかどうか、このエリアというのはどこを意味しておられるんでしょうか。関西、の中心地、これはまさに大阪市が中心なんです。だから中心エリアにどんどん拠点を作っていく、そのことで、そしてそこへ、移動しやすいインフラを整備していく、そのことで今まで大阪から人物お金どんどん外へ出てましたよ。でこれはもうメディアの皆さんよくご存知のように、ここ数年は
大阪市は人口増加してます。外から入ってきていただいております。結局経済を強くするのは人口減少じゃダメなんです。やはりあの中心部に人が集まってくるエリアを作る。この10年間これを大阪府市一体でそういう取り組みをした結果、まさに大阪府で人口が増えてますから、外から入ってこられて、で今企業の、出ていく数と入ってくる数もワニの口のように昔はね広がってたのが、ワニの口がこう少しこう狭まってきました。だからこれは事実、こうやって一体で動かしてきたから、それ今ね一つのきっかけとして万博だとか IR だとか、そういう民間の皆さんが興味持つそういうイベントを誘致しました。これ誘致するのも都市一体だからできたんですよ。バラバラではできなかったというのは事実です。僕は現職の知事市長をやってますから、やりましたから、まさにその中心で、実績事実の上で、やっぱり府市一体になれば、こう東京と、まあ、切磋琢磨できる大都市、大阪は民の力ありますから、そういうものが実現できると思います。ただ時間はかかります。はい、ありがとうございます。お答えをいただいて、すみません、私の方からもう一つその関連ですけれども、ということはやはり周辺市からしますと、まあ、周辺市もそれぞれですね、子育て政策をやってなんとか人口を維持したい、自分の町に住み続けてもらいたいということでやっています。ということで、であればですね、この大阪都構想というのはやはり大阪市を中心に開発をしていくということで、逆に今の集中している大阪市から富を再配分するような発想で周辺の方にですね、にむしろ目を向けていく、そういうことではないということですか。富の再分配というのはどういうことですか。今大阪市にほっといても大阪市に全てのものが今集まっていくということ、政策がなくてもですね、やはり大阪駅の周辺とか、南とかいうことになると思うんですけれども、ではなくて政策的に大阪全体を発展させるために外へ、お金、人物のお金を広げていこうということではなくて、やはりまずは大阪市ということがこの都構想の発想ですか。まず今我々、大阪市中心にさまざまな大阪府として投資もしてまいりました。例えば梅北です。梅北は僕が府議会議員の頃は大阪府議会では議論にならなかったんです。要はもうお金も出さない代わりに口も出すなと。ただこの梅北というのは大阪市民だけで、拠点化するようなものでは僕はないと知事の頃からそう思ってました。大阪の内陸部の玄関口ですから、これは府市一体で梅北を開発することによってさらに梅北が魅力アップできる。これは事実、平松さんは梅北はサッカー場というのを、これはもうね、山川さんもご存じです。で、橋本さんはやっぱり大阪緑少ない都心部、これやろうじゃないかと。でも、意見が合わずに全くできませんでした。で、その時に橋本さんが市長になって僕が知事やってる時に、緑やろうよと。梅北は拠点 4.5 ヘクタールの緑です。だから周辺合わせた8ヘクタールの緑ができます。これはやっぱり梅北という、世界に誇れるような拠点整備になると。だからこのことは周辺に絶対にいい影響出ますよね。隣の吹田にも、これがやっぱり僕らが言ってる中心部をにぎわい作っていくことで区域全体ににぎわいが広がるし価値が、上がるということです。はい、ありがとうございます。この点でもう一方だけ聞いて、この後、まあ、時間も迫ってきましたので企画委員の方からですね、質問を重ねてもらいたいと思います。この点について川島さん、大阪府の役割は何なのかということを考えておかなきゃいけないんですけれども、やはり府県の役割というのは本当は書いてあるんですよ、法律に。保管とか連絡調整広域というのが書いてあるんですけれども、そういう意味でいくと集中投資を大阪市でするということですけれども、本来大阪府というのは周辺の市町村のしんどいところを助けるというのが本来一番の仕事なんですよね。で、今大阪で言うたら大阪市内も南北格差ありますけれども、大阪府からでも南北格差があるな、そんな思いがありますので、本来大阪府はしっかりとこの大阪全体を考えて大阪市に集中したらそれが知らん間に周りに広がっていくだろうという発想ではなくて、
本来は、大阪府は他の自治体 の産業の育成も含めて、本来経済でいくと、府県ができる仕事といったら、例えば大きな企業の誘致であったり、いろんなトップ制度をどう導入するかであったり、そういう産業を作っていくという仕事にあると思うので、そういうことをやはり周辺市でしっかりやっていくべき。で、大阪市は都市ですので、都市の集積というのは必ず出てきます。で、この都市の集積をしっかり今大阪市も進めてきております。ですので、そういう意味ではきっちりと大阪府の本来の役割を果たすべきだなと思っています。この辺がすごくなんかこう、事業事業とかになってくるんですけど、逆に大阪府は本来事業に足を突っ込むのではなくて、きちっともっと交渉対象から、この大阪の発展の計画なり、もう計画というものをしっかりと変えていく、そういう仕事をしてもらいたいなと思っております。で、そうですね、あ、そうそう、はい、ここで進めていただいております。はい、ありがとうございました。そうしましたら、企画委員の方からどうでしょう、少し目線の変わるような質問がありましたらお願いいたします。はい、企画委員の橋本と申します。ちょっと今までの論議からはちょっとかなり目線が離れるかと思いますけれども、まず今回のですね、都構想の住民投票というのは投票率に関係なく、その結果が、拘束力を持つという点が、特徴かと思います。ただ今新型コロナのですね、影響下で、選挙の行われている選挙の多くがですね、密を敬遠してということなのか、前回より投票率が低下する傾向というのがありまして、今ちょっとそこが懸念されることかと思います。で、ただ今回というのはやっぱり大阪市の存廃を決める重大な住民投票ということで、もし低投票率に投票率が低いということがとどまってしまうとですね、賛成多数反対多数のいずれの結果になったとしても十分に民意が反映されていないということで、後々ですね、不満とか反発の種になるんじゃないかというふうに危惧をしております。特に今回そういうコロナの影響でですね、住民説明会の数がちょっと前回よりもかなり少なかったりとかですね、している状況があります。で、またその内容についてなんですけれども、最近その住民説明会に参加された方の中にはですね、ちょっと反対側の意見が示されてない、説明が不十分だとか利点ばかりが強調されているという不安の声もちょこちょこ聞かれています。そこで各党の方々に2点お伺いしたいんですが、1点目はですね、こうしたコロナ禍で住民投票を実施するということの是非というかですね、そのことについてどう思うか、それから住民生活、住民のその説明会への不満の声、これについてはどうお感じになっているかというところをちょっと1点お伺いしたいと思います。はい、ありがとうございます。2つ目の質問、もう一度。まず、住民投票 のコロナ禍の中で、住民投票があえて実施されるというところ の問題点はないのか、それから、住民説明会の内容ですね、前回は賛成反対の双方の意見が資料で示されたりしていたんですけど、今回その点が少ないという、反対側の意見があまり示されてないというふうな、不安の声が聞かれる、その点についてどうお感じですか。はい、2点の質問をいただきました。まずはその、住民説明会についてなんですが、住民説明会自体はですね、もう一旦終了と、オンラインが残っておりますけれども、あとはもう今後各党がですね、どういうふうに、説明を尽くしていくのかと、いうことになると思いますので、2点目の質問はそちらにちょっと置き換えたいと思います。どなたからでもお答えお願いします。はい、確かにコロナの感染症対策を最優先していくということは、これは極めて重要な点であろうと思いますので、今現在も大阪府市で相当の取り組みはいたしていると、そういった中で、確かにこのコロナがいつ終焉するのか、収束するのかというのは見通しがきかないという点もあります。で、また、
今まさに世界はですね、世界を挙げてこのコロナ、アフターコロナといいますか、コロナのどう乗り越えていくのかということで、やはりワクチンの開発、さらには治療薬の開発というところに力が入れているところでありますから、やはりいかにこれを早く乗り越えていくことができるのか、そしてこの住民投票が終わって都構想が設置は2025年、5年後の2025年でありますから、ちょうど関西大阪万博が来る頃なんですね。ですからそれまでにはきちっとやっぱりそういった感染症のもう乗り越えて次の新しい大阪へステップできるようにということから考えると、やはりこの制度の問題についても今やっておくということが大事だと思う。当然コロナの対策は十分するということでね、必要でありますけど、だからといってずっと引き延ばして、いや、いつなのかということになりますので、やはりこのタイミングというのはあろうかと思いますし、まさに今の段階で進めていくということが極めて私は重要だろうというふうに思います。はい、ありがとうございます。それから2つ目ですね。2つ目の説明会は行政の説明会は終わりました。で、私たち公明党はそれぞれ今、現場でですね、説明、丁寧な説明を尽くしております。ですから投票率はできるだけ多くの方に投票いただけるように、そしてまた丁寧な説明をして正しく理解をしていただいてですね、冷静にご判断をいただきたいというふうに思っています。ですから私たちは制度が変わったとしても、やはり時代が変わったとしても、きちっとやっぱりこの市民の暮らし、生活というものは守っていきますというようなことはしっかりとお答えをさせていただいておりますし、やはりこの重要な説明の中で丁寧にご理解をいただいて、そしてご判断をいただきたいというふうに思ってますので、これはもう徹底して丁寧な説明を公明党としても繰り広げていきたいというふうには考えています。はい、ありがとうございます。時間が迫ってきておりますので、1分程度をまとめて、じゃあ次反対の方の辰巳さん。はい、今なぜという話なんですが、大阪府も大阪市もですね、コロナの対策に全神経集中しなければならないときに大阪市廃止をやっている、やろうとしていると。で、仮に賛成多数になれば次の日から大阪市解体の膨大な作業を、府市の職員に強いることになると、もう絶対にやるべきじゃないということを言いたいと思うんです。で、大阪の対策でもう一つ言いますと、バーチャル大阪都っていうのを早々市長がおっしゃられて、で本来大阪市がやらなきゃならないことを府にさせてしまう。で、5月22日の、大阪市の会議以降、大阪市の会議としてはコロナは開かれていないと。で、大阪モデル、客観モデルということで出たのも、結局7月の初めに基準を変えてしまって黄色になりにくい、あるいは赤にはもうならないと。ですからバーチャル大阪と住民投票というのがまず大前提にあって、コロナの対策が遅れてるんじゃないか、ここの総括というのも私は本当に重要じゃないかと思います。で、説明会、やさまざまな大阪市の広報で、メリットしか書かれてないと。大事なのは事実だと思うんです。事実を市民に知ってもらう、大阪市を廃止するということはそれぐらい重い決断を市民に迫ることになりますので、そこの公平性の担保が全くされてないと大問題ではないかということも言っておきたいと思います。はい、ありがとうございます。松井さん、ちょっと最後にして、川島さんどうですか。まず最初のお話の前に、アフターコロナを考えたら、やはり大阪都構想ではないと思っております。価値観も大きく変わり、社会も大きく変わる中で、ですので制度的に成り立たない大阪都構想はないと、このようにまず思っております。で、コロナ禍の中での住民投票ですけれども、やはり財政シミュレーションも含めて市民の皆さんに情報が正しく伝わっていないと思っています。情報がきちっと伝えられることが大切だと思っております。今回のこの住民投票は、例えば普通の市が中核市とか政令市になるときって住民投票ないんですよ。大阪市が特別区に格下げになるから住民投票があるんです。法的拘束力のある。だからこそ市民の皆様にはしっかりと事実をしていただかなければ、この住民投票というものは成り立たないと思っております。それをある意味、隠しながら、また情報十分得られないまま、なんとなく、この大阪市廃止分割を選んだ大阪市民にとっては、将来本当に大きな禍根を残すことになる。場合によっては地域の中で対立や分断を生みかねない、このように思っておりますので、本来はやるべきではない、このように思っております。で、これから私たちの活動でありますけれども、それでこそ大阪市さん、大
大阪市の候補であったり維新さんの候補が非常に、すごい、量の候補をされておられます。我々はそこまで資金力がない中でどう伝えるかというのは本当に悩みであります、しかし、真実を正しく伝えれば、答えは一つだと思っております。真実を、市民の皆様が知れば必ずノーになると思っております。だからこそ、これから必死に、皆さんに都構想の問題点、都構想の制度的な課題というものをしっかり、伝えていくしかない、このように思っております。以上です、はい、ありがとうございます。そうしまして住民投票実施の、まあ、責任者というお立場になると思いますが、はい、松井さん、これはもう僕は選挙の公約です、一丁目一番地の、最終的に住民の皆さんに判断していただく、そこまでは、我々が、そこまで我々は全力で、この都構想実現に向けて、活動すると。これは2019年の選挙だけではなくて2011年の選挙から我々公約にしてきました。でもう当たり前のことですけど、僕には政治家には任期があります、僕の首相任期というのは2023年4月、3月いっぱいです。でそうであればその間にこの公約を実現する。でこれたまたまこういうコロナの状況になりましたけども、民主主義の根幹である、投票ということはこれは不要不急の、行事でも何でもありませんから、コロナの対策は十分、これは十分対策を行使しながら、住民の皆さんの判断をいただきたい。でこの間国政選挙も東京都知事選挙も行われてますけれども、まあ、都知事選挙にあった、それぞれの選挙でコロナによって、投票率が激減したということには今事実になっておりませんから、我々とすると、まあ、コロナ対策は十分しながら、有権者の皆さんにできるだけ多くの人に投票に行っていただいて、ご判断をいただきたいと、こう思っております。それから丁寧な説明ですけれども、2015年の頃はこの説明というとやっぱり僕と橋本さんが中心で、やっておりました。であれから5年経過をして、まあ、我々の維新の府議会議員、市議会議員、全ての議員がほぼ僕と同等の、大阪都構想についての、説明をできるぐらい勉強してまいりましたから、この、まあ、維新の会のメンバー、それぞれがきめ細やかに、地域を回って、もちろん距離を取りながら、しっかり説明したいと思います。はい、ありがとうございます。時間が残すところわずかとなってきました、会場の皆さんも円滑なこの討論のご協力大変ありがとうございます。討論を聞いていてご質問したいという方もおられるかと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、そうしました。橋本企画委員から、すみません、もう1点。すみません、もう一点だけ、今のお話の続きなんですけれども、2点目なんですけど、その、まあ、民意が示されたとするにはですね、まあ、一定数 の、 市民の意思表示というのが必要だと思うんですけれども、投票率なんですが、何パーセントを目標に掲げられるか、もしくは最低ラインでもこれぐらいの、まあ、投票がないと、これ承服できませんねという、まあ、各党の方のご意見でもいいんですけれども、またその市民の投票行動を促すためにどうしていくかというところについてもちょっとお聞きしたいと思います。以上です。できるだけ多くの方にそれは投票に行ってもらいたいということで、今一生懸命説明会なり宣伝をさせていただいているわけですから、まあ、これは選挙ですので、これ一般の選挙と同じですから、何パーセントであればどうのこうのという判断ではないわけであります。ですけど我々としてはやはりこういう大きな制度改革の問題でありますから、一人でも多くの人に、投票に行ってもらうように、これはもう努力していきたいというふうに考えています。はい、この質問どうでしょう。皆様に一言ずつでもいただければと思いますが、松井さん。いや、これも一般選挙と同じで、公職選挙法に基づいた、投票ですので、そのルールの中で、ご判断結果を出た結果に従いたいと思っています。それから、もちろん大勢の方、一
ていただきたいという思いで、期日前投票箇所もちょっと増やしたりですね、そういうような努力もしておりますが、できるだけ、この大阪の将来を決めるということで、皆さん、選挙に参加をいただくように、改めてお願いをしていきたいと思います。川島さん、普通の政党や政治家を選ぶ選挙とは違って、この住民投票は直接民主主義で、主権者の皆さんがこの政策を判断をされます。ですので非常に重いものがあると思います。政治家政党を選んだ選挙では、任期が終わればまた選び直せばいいですけれども、これは戻ることができません。だから非常に重要な選挙でありますので、当然ながら 100% を目指さなあかんと思います。まあ、実際無理ですけれども、少なくとも前回並みのこの投票率にしていくことが必要です。それがなければ、やっぱり民意が示されたとは言い難い、このように思います。しかし、先ほど松井市長もおっしゃったように、これは法律にはそういう規定がなくて、普通に法律に従ってやらざるを得なくて、結果についても法的拘束力があるということでございますので、その点は、厳しさる思いはありますけれども、本来、この我々としては、住民投票というのは非常に重要な選挙で、住民というのは非常に重要なものでありますので、その選挙と違ってきちっと投票率が上がるように取り組まなければいけないというふうに思っています。はい、ありがとうございます。では辰巳さん。はい、私の方からも元に戻れないわけですね。これはもう一旦決めてしまったら、投票率が いかに低かろうが、賛成が1票でも多数になれば大阪市は廃止されて、そして向こう5年間のは大阪市や府の職員が膨大な作業に応じられるということになります。このコロナ禍の下で、収束するかどうかもまだわからない中で、なるということです。しかし投票は行われるということであれば、私たちも一人でも多くの方に、この制度の中身、メリットがない、デメリットしかない、この中身を伝え切ってですね、これは党派の戦いじゃないと思っています。130年の歴史も大阪市をなくすのか、それとも、大阪市を存続させるのか、まあ、これが問われる、住民投票ですので、より広範な市民の方々、とつながって、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。そろそろ お時間になってきましたけれども、それぞれ、4社の方で、何かこれだけは言い残したということがありますでしょうか。ありましたら時間を提供したいと思いますけれども、どうでしょうか。よろしいですか。はい、この大阪都構想、特別区設置、それはいろんな形でご不安もあると思います。大きく変えるわけですから。でも過去 この大阪の二重行政、府主の対立のこの間違い、先ほど川島委員からもあったように、大阪府は大阪市のことに口出すな、このような状況は僕は大阪の成長にはつながらないと思うし、僕は大阪府知事2期ありまして、大阪市内中心に大阪を成長させたいと思ってきたし、そのことを10年やってきたら大阪成長してきました。企業も増えてきた、開業率が非常に高いです。人も増えてきたんです。これからの日本を考えるときにも、東京とやはり切磋琢磨できる2極、このエリアをやっぱ大阪に作るというのは非常に重要だと思っています。はい、ありがとうございます。企画委員、もう一問だけ質問させていただいてよろしいでしょうか。読売の清水と申します。コロナ対策なんですけれども、まあ、府の吉村知事がリードする形で、今回進められて、例えば難波の一部地域に対する難波の一部地域に対する、休業要請といった形でですね、効果を上げられた、良い施策だったなと思うんですが、中央区が、新しい中央区ができたときに、難波がまあ唯一の繁華街ですよね。ここが休業生になるということで、中央区長が、新中央区長が嫌ですと言った場合ってどうなるんですか。嫌ですと。これ中央区に保健所設置しますけれども、その中央区民の命を守るためにも、司令塔は東京都もそうです。司令塔は市議が持ってますよね、コロナ対策の。でそのコロナ対策の司令塔という役割はやっぱり大阪府知事がこれ担います。で中央区長がその嫌だというのは、結局そのエリアの住民の皆さんの生活をどうするんだという、そういう商売に成り立たないじゃないか、そういうことで中央区長は
このエリアの生活なんとかせる。その時にやっぱ大阪府知事、今と一緒ですよ、大阪府知事がこのエリア特別扱いで補助金出す、それからお客さんを今あのエリアにお客さんを呼び込むためにいらっしゃいキャンペーンでやってますし、だからそういう形で、中央府庁と協議をして、権限は対策の権限が知事にありますから、そういう形で進むと、こういうふうに思います。はい、ですから中央区を代表して、中央区長をやられるんですから、もっと休業補償をよこせという動きは当然出てきますよね。コスト的に効率的に悪くなるということはあり得るということですね。今も休業要請かけたエリアに我々特別扱いを今やってます。今あのエリアについては、GoTo イートと並んでいらっしゃいキャンペーンやってますし、で僕はそれと並んで今は大阪市も広域の仕事になってますから、この後やっぱり物販についてもポイントキャッシュバックというのをやっていきます。もう一回、はい、ありがとうございます、企画委員さん、少し時間をしますけれども、有権者の皆さん、あるいは周辺の大阪に関わる皆さんに非常に大事な話ですので、最後に質問ということがありましたら受け付けたいと思います。よろしいですか。はい、会場の皆さんももう一度お尋ねしますけれども、これはということがありましたらお手を挙げていただいて結構かと思いますが、どうぞ。今日のお話を聞かせていただいてですね、東京と並ぶ大阪県というものを作るという力強いお話だったんですが、確かにそれは非常に効果があると思います。ただ、住民の、いえば基礎自治体としてのですね、極論すれば町内会とか連合町会とかですね、そういう足元の住民の生活をどうしていくのかというのはあまり詳しく見えなかったので、今後そういうところについて、詳しくあるいは丁寧にですねお話しいただけたら非常にありがたいと思いますので、それが質問ということでよろしくお願いします。はい、他の方いらっしゃいませんか。最後、じゃあ辰巳さん。今日の討論会ではその部分が出なかったと思いますけれども、今各区にある例えば町づくり課とか市民共同課というのは本庁機能の方に移るということですので、区役所がそのまま窓口は残るかもしれませんが、今の全く同じ窓口はないだろうということだと思います。それと今日は職員の増減の話があまり出なかったので、しかし大事なんで改めて言っておきたいと思うんですが、中核市並みの積み上げをしたとしてもですね、非常に職員は不足するだろうというふうに私たちは思っております。でこれはすでに参考資料で出されている教育委員会4つに、するということなんですが、非常に他の中核市と比べても少ないものですので、こういうことも本当に知られてないと思います。市民にほとんど知られてないので、こういうことの広報も引き続き努力したというふうに思います。はい、松井市長、最後に。今お話ありますけれども、窓口業務は全く同じです。区役所そのまま残りますから。さらに区役所への人員配置は、今の区役所より増えますから、サービス、それから危機対応も、今よりは拡充できます。人が増えるわけですから。それから町内会のお話がありました。別に町内会はこれ役所の制度の話なんで、町内会はそのままなんです。今回のことで文化がなくなるとか言われるんですけど、地域の歴史もなくなる、地域のさまざまなお祭り、これ役所の役割分担なわけで、仕組みの変える話だけですから、仕事を割り振りするだけなんで、これ天神祭りはそのまま残ります。全く地域のコミュニティに悪い影響はありません。はい、ありがとうございます。大変申し訳ございません、時間になるんですけれども、ぜひ最後に質問したいという会場の方がおられるようですので、質問を受け付けたいと思います。はい、時間になりまして遅くに失礼します。 JR 西日本福島と申しますけれども、討論会拝聴させていただきましてありがとうございました。松井市長にお伺いできればと思うんですけれども、この大阪都構想は二重行政の解消あるいは無駄をなくすというのは基本的なところかと思いますけれども、
一方で大阪市を4つの特別区にするということで、これまで1つであったものを4つ作る必要があるといったものも一部あろうかと思います。途中で保健所の例などもあったかと思いますけども、そうするとそれぞれに人員配置が必要になってくるということで、相応の、人員確保あるいは人材の育成というふうな必要になる側面もあろうかと思います。私も企業の方でも人手不足の折ということで、昨今人材の確保あるいは育成というのが大変大きな課題になっておりまして、そういった意味でこの人材に関して、この確保や育成に関してのお考えというのを教えていただけたら幸いに思います。よろしくお願いいたします。これ人材確保というのは今の大阪市でも大変問題になっています。例えば保育士さん、これは大都市ですから待機児童が非常に多い。でこれも保育施設を作るのと同様にやっぱり保育士も確保が必要です。で今大阪市はどうやって人材を確保しているかというと、これは他府県と比べてやっぱり保育士に対して手厚いインセンティブを実施しています。例えば保育士で来ていただく方には家賃の一部補助するとか、そういう形で他都市と比べてインセンティブを作っています。で問題はここなんです。インセンティブをこうつけていくためには財源が必要ですよ。その財源を確保するためには成長する都市にならないと財源が増えません。でそういう専門職、これから保健所も増やすんで、保健師、それから看護師、こういう専門職は増やしていかなければなりません。そういうのも今大阪市内部でも議論をしています。でそれを増やすためにやはり成長するそういう、都市として財源を確保しながら増やしていきたい、こういうふうに思っています。今もそれはやってます。インセンティブ与えて、はい、ありがとうございました。人材、人員の話も非常に重要な話と思います。最後バランスだけ取らせてください。川島さん、この点について、何かありましたらお発言いただいてまとめたいと思います。本当に今おっしゃったようなことも含めて、特別区になったときにきちっと財源的に裏付けがあるのかということが非常に大切だと思っているんです。それがなんかこう根性論的になって言っているんですけれども、ここについてはきちっと今回のこの特別区制度というものをご理解いただいて、財政的に本当に大丈夫なのかというところをきちっと市民の皆さんに判断をしていただきたいと思います。言うのは誰でも言葉で言うのは簡単ですけれども、それが本当に財源が保障されるのかどうかというところは制度の中身にかかってきます。特にその何回も言いますけれども、地方交付税制度の基準財政条約という話がありますけれども、この仕組みが分からなければなかなか理解できないんですけれども、そこから考えたら絶対無理だと思っております。それとやっぱり、この都構想で財源の確保だと言いますけれども、それでいくと先ほどありました税収が減っても国が補填してくれるというお話がある中で、それとなんか矛盾するよなと思いながら聞いております。やっぱりきちっと大阪市政令指定都市としてのこの規模があります。規模のメリットときちっとした権限があるので、自分たちの話のことは自分たちで決めれますけれども、これが特別区になったらそういうことが本当にできるのかどうかというところが重要な判断基準になると思っておりますので、冷静な判断をぜひお願いしたいと思います。川島さんは特別区 その規模で成長するという考え方に変わっています。違うんです。我々は東京1200万と切磋琢磨するのは880万の規模で広域を一元化しよう。だから今の大阪市270万では太刀打ちできないから、ここがもう一番違うところです。違うところで、特別区は医療福祉教育身近な仕事をすると。だから広域自治体と基礎自治体の役割を明確にやっぱり考えないとこれダメです。いや、何回も言いますが、明確に役割を分担するというけれども、これ分担ね、多分ね、どういう発想でされているのかすごく分かるんですけれども、本来さっきも言いましたけど、特別区が何かやりたいことができるんです。それが明確に分かれるということはやっぱりお金の問題なんです。特別区が財政的に厳しいから自分でやりたいことは多分できなくなるというそのお話だと思います。だからこそ大阪府がきちっとコントロールできるそういう自治体になるんだ、それが特別区なんだということだと、これはみじくも今の市長の発言でよかったかなと思います。ですのでやっぱり制度の中身しっかりとしていただきたい、これだけお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。あっという間の時間ということで、少し時間を超えてしまいました。進行の私の問題もあったかと思います。申し訳ございません。
1点、まあ、非常にやはりこの制度に関わる話というのは多岐にわたる話だなということが改めて私も実感をしました。どこに正しい答えがあるのかないのか、見方によって見る角度によってまた大きく違いますし、まさにこれから未来の話をしているわけですから、どういうふうにこう左右していくのかわからない。でその中で、もう1年前、では想像もしてなかったコロナの問題が起きて、日々の生活に大変ご苦労されている皆さんが大変まだまだ多くいらっしゃる中で、特に大阪市民の皆さんは一票を投じないといけないという非常に苦しい過酷な、まあ、住民投票になるのかなということを考えております。残り投票日までの時間、先ほども各党からもお話しいただきましたけれども、もうできるだけきめ細かく説明の機会を作っていただきたいということしかお願いすることはないのかなというふうに、これも今日討論をしてみて改めて実感したことになりますので、この点について改めてお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、会場の皆さんも今日はありがとうございました。4名のご登壇いただきました皆さんに、盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。そうしましたらこれで、関西プレスクラブの、大阪都構想討論会、終了とさせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。